この世界は顔が鳩だったり犬だったりいろいろな人が生活している。もちろんこの通り普通の人間もいる。馬は馬同士、人間は人間同士、恋をして結婚をするのが当たり前。今回はこの世界で起こったありえないようなラブストーリーをお見せします。バフメだ。僕の名前は野獣タコ。はあ、この世界に僕と同じ野獣の女の子はいないのかな。おう、野獣タコくん、そんなところで何してる。馬尾くん、僕ってやっぱりこの先一生結婚できないのかな。そんなことないわ。同じ野獣の女の子を見つければ絶対に結婚はうまくいくはず。馬尾くんはいいよな。馬なんてこの世界にたくさんいるんだからさ。そうだね、僕も最近結婚できたしな。あー幸せ馬。僕も素敵な結婚式を挙げられるように頑張るよ。頑張れ馬。それなー、マジでわかるわかる。だよねみんな。ゆめ、最近好きな人とかいないの。好きな人、いないかな。そうか、ま、この世界動物の顔の人もいっぱいいるからね。そうなんだよね、さすがに人間以外は好きにならないし。だよね、でも夢は一番の美女だから大丈夫だよそんなことないよ。はあ、素敵な人と結婚したいな。わかる。だよね、やっぱそうなんだよね。おーい野獣タコくん。はっ、どうした馬。あ、いやいや、何も。あの人間、美女すぎる。本当馬、怪しい馬。いや、そのぽにょ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 。この町一番の美女に一目惚れした。ごめん馬、それより相手は人間馬な。知ってるよ。馬馬馬馬、さすがに無理がある馬な。ま、一目惚れしたから仕方ない馬ね。絶対無理だろうけど、少しぐらい夢を見ることはいいこと馬。じゃ、この辺で失礼する。馬、違う動物同士が結婚しちゃいけないっていうルールはないはず。僕はやってみせる。え、どんな人だったの。でもやっぱりイケメンがいいな。イケメンか、イケメンか、やっぱイケメンいいよな。でも性格もさ、大丈夫。キャー、ちょっと。僕はこの時気づいた。この見た目だと人間は怖がってしまうということを。今の見た？いろんな動物いるけど野獣の人とか今まで見たことない。だよね、びっくりした。本当にいろんな動物の人がいるんだね。うん、あっち行こう。ああ、僕はもう誰とも。あ、危ない。え？よかった。さっきの野獣。怪我はない？あ、はい、大丈夫です。なんだ、全然怖くないじゃん。あの、さっきは逃げたりしてごめんなさい。大丈夫だよ。こんな見た目してたら怖がられるのは当たり前だから。あ、そうだ。今
今度この助けてくれたお礼に一緒にご飯とかどうですか？ごちそうするよ。え、夢？うん、いいの？ぜひ。じゃあまた行こう、あやいちゃん。やった、夢じゃなかった。よし、ここからあの子に猛アタックするぞ。こうして僕たちは約束通り一緒に食事をしたり。そうだったんだ、野獣タコくんって優しいんだね。いや、それほどでも。お、そうだ、じゃーん。え、何これ？プレゼント。嬉しい、ありがとう。野獣タコくんって見かけによらずすごく優しいし、かっこいいかも。ん？なんか言った？あ、いや、何も。この日から私は心優しい野獣タコくんに心が惹かれていった。お待たせ。で、野獣とは最近どうなの？それがね、めちゃめちゃ優しいしかっこいいの。そうなんだ。でも相手は野獣だけど、うまくいくのかな。やっぱり人間と野獣とか考えられないよね。うん、でも私は応援するよ。え、本当にありがとう。よし、この調子だといける。お、野獣じゃん。聞いたらんよ、人間の女の子に惚れてるって話。え、野獣と人間が結婚なんて絶対無理だわ。わん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 。くそ、そんなわけない。次やったら絶対ゆめちゃんに。じゃあ今日はこの辺で、また。ちょっと待って。ん？何？野獣の僕が人間のゆめちゃんにこんなこと言うと絶対に変だって言われるかもしれないんだけど、言うね。僕、ゆめちゃんのことが好きなんだ。え、分かってる、叶わない恋だって。でも、ううん、おかしくなんかない。人間だから、動物だからって言って好きになっちゃいけない方がおかしいよ。ゆめちゃん。こうして僕たちは長い付き合いを得て結婚することになりました。夫野獣タコは人間夢を妻とし愛することを誓いますか？はい。まさかこんな美女と野獣が結婚することになるなんて。うんうん。野獣、よくやったうま。夢が現実になったうま。めでたい。ハト、同じ動物同士じゃない結婚だなんて、この世界で初めて。ハト、絶対大ニュースになるよ。この二人の結婚のおかげで、この世界の人間同士、動物同士という恋愛はなくなりました。そして野獣と美女はいつまでも幸せに過ごしたとさ。めでたしめでたし。